シーの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーの代表の篠崎です。今日ですね、メールの方からいくつかっていうか、2件なんですけども、質問をいただきまして、あ、結構ね、悩んでる方がいらっしゃるんだなと思って、その質問にお答えしたいと思います。で、その質問は何かというと、独立なんですよね。美容室をオープンするにあたって、現在働いている美容室と、うまく付き合っていくというか、円満にね、辞めていくためにはどうしたらよろしいのでしょうかっていうような感じのですね、そういう感じの質問というか、そういうのをね、受けました。それでですね、僕がですね、じゃあ篠崎は、前の店を円満に辞めたのかどうのかって言われるとですね、円満で辞めてます。これはですね、よくね、円満じゃないって結構一方通行のことが多いじゃないですか。こっちはそう思ってても向こうはそう思ってねえよみたいなこともあるんですけど、うちはですね、前のオーナーからもご連絡いただいたり、ゴルフ誘っていただいたり、セミナー誘っていただいたりとかっていうところををですね、知っていただいてますし、僕の方からも、こういうことがあったんですけどみたいな相談を差し上げることもありますし、一応ね、円満、お互いに円満で辞めてるっていうことになってると思います。で、それはですね、なぜかっていうところも含めてですね、お伝えしたいと思いますね。で、一応ちょっとね、持ってきたんですけども、まずですね、独立しようとされてる方はですね、そこそこの立場にいると思うんですね。店長、もしくは店長に近い立場というところでお仕事をされている方ではないかなと思います。そういった方がですね、そこの会社を辞めるっていうふうになると、一番大切なのはですね、いつ辞めるかっていうことになるんですね。なのでですね、まずは、退社計画表の提出。まず一番目。退社計画表の提出っていうことだと思います。で、それはですね、紙に書いて渡した方が本当はいいと思いますけども、オーナーさん、社長さんにですね、例えば篠崎は独立を考えているので、いついつぐらいまでに辞めたいと思っているんですけれども、それまでにですね、こういうふうにしていきたいと思いますっていうのを提出するっていうことですね。で、それはですね、適当なんですよ。美容師適当なんですよ。でね、いついつ辞めますっつって、それではい終わりっていう感じなんですよね。そうではなくてですね、辞めます、例えばですけど、いついつに辞めたいです、それ期限的に言ったら、僕が思うに1年でしょうね。1年、短くても半年以上は時間をいただいた方がいいと思います。そして、もし自分でどういうふうにしていいかわからなければ、例えばですけども、来年の何月に独立をしようと思って退社をさせていただきたいんですけれども、それまでに僕はどうしたらいいでしょうかっていうようなことを聞いたらいいと思います。で、聞いた段階で、いや、そんなのてめえで考えろっていうんであればですね、こういうふうにやっていきますっていうことを計画表に書いてですね、渡していくっていうことが大事だと思います。で、実際にですね、どうしたら辞めるまでの期間、円満でいけるのかっていう、2番目のポイント、これはですね、店内での告知、名刺を渡したりとか、僕独立します、どこどこに独立しますとかっていうところの告知を店内にしないっていうことだと思いますね。じゃあどういうふうに告知するのかっていうと、僕は一番それがスマートだなと思うのは、別アカウントの SNS ですね。今、例えばこう美容師としての、仕事をですね、発信しているチャンネルじゃない、インスタとかね、SNS ではなくて、別アカウントでやっぱ作っていただいて、で、実はこういうアカウントを作っているんですけども、そちらで、これから独立までのプロセスを、投稿していくんで、それ見ていただければ、わかりますので、ちょっと店内ではね、他のお客様のことがあるので、一応オーナーにも言われているので、ちょっと言えないので、そちら見ていただけませんか?っていうことを、伝えていくっていうことが一番スマートじゃないかなと思います。で、自分ではその別アカウント、例えばですけど、うちで言うとヘアメグシーノっていう、例えばアカウントに入ってたりとかしないですね。別アカウントで、
じゃあこれ、ここ、これでお願いしますみたいな。まあそれを教えるのは、まあしょうがないよね。それはいいと思うけど、そこで発表します、お伝えしてますっていうところで、お客様の方にお伝えしていくということがまず1点。それからですね、3点目。これはですね、自分がですね、例えば他のお店から自分が担当者で連れてきたお客様とか身内とか友達とかそういうところではなくて、例えばシーノだったらシーノに来た新規のお客様をたまたま自分が担当に入って、そのお客様が自分の顧客につきましたという人に関してはですね、引き継ぎをするということです。3つ目、引き継ぎをする。これはですね、例えばそのお客さんとめちゃくちゃコミュニケーションが取れたとしても、一応会社の意向でシーノで獲得した顧客のお客様に関しては、後任のスタイリストに引き継ぐっていうのがお約束になっているので、一応形だけでもいいんで引き継ぎさせてください、後任の担当の誰々です、で例えば引き継ぎのチケットを渡す、割引チケットを渡すみたいな状況にしておくというところですね。それでそのお客様が例えば自分のところに来ましたって言ったらそれはいいと思います。形だけでもシーノに残ってくださいっていう形を示したのでっていうところですね、それが3つ目で、4つ目、ある程度の立場の方が独立されると思うので、いろいろな、あの、なんていうんですかね、こう、立場、いろいろな仕事を持ってると思うんですよ。こう、教育とか主に教育だと思うんですけど、そういったところをですね、しっかり、続けていくってことです。終わるまで、最終日までやっていくってことが大事だと思いますね。はい。で、まずここの4つ、計画から、退社までの流れ、その中でどういうことをやったらいいのかっていうところの流れ、4つ、まず言いました。で、次ですね。独立をするにあたって、お店の場所というのがすごく大切になると思います。で、僕はですね、前の会社、円満で辞めたんですけど、辞めてるし、今でも17年経っても社長とコミュニケーション取ったりとかできてるので、それのね、一番の要因っていうのはこれだなっていうふうにのがあるんですよ。で、それは何かというとですね、お店の場所です。私はですね、埼玉県大宮市っていうところでですね、大宮駅のすぐ近くで美容室で働いていたんですけれども、そちらからですね、独立したのは埼玉県の川越市っていうところです。電車で言うとどのくらいかな、20分ぐらい離れています。で、そのね、その 路線上に住まれている方だったら、例えば大宮に出るのも川越に出るのもそんな変わんないからって言って来てくれた人も何人かいますけども、基本的に僕はあんまりお客様連れてきてないです。今の、前のお店に入る前から来てるお客様はもちろん来ていただいてるんですけども、大宮で担当したお客様で来てくれてるって人ですね、どうでしょう。オープン当初で20名ぐらいじゃないですかね。本当いなかった。で、今と違って SNS もあんまりなくて、ブログぐらいしかなかったんで、あまりですね、告知するような、ことがなかったっていうのと、前の店はですね、辞めることをですね、一言も言うなと。独立することとか一言も言うなっていう感じだったんで、僕はですね、言えなかったので、カルテにですね、全部書いておきました。何々さんへ、篠崎は、独立させていただきました。後任の方、よろしくお願いします、みたいなところを全部書いておきました。全員に。で、それをですね、多分社長は見てるんだと思います。社長が見てくれたし、それから駅から、そうですね、20分以上離れたところにお店を構えたっていうのも、まあ、これが一番大きな要因かなと思います。で、どのくらいじゃあ実際に離れればいいのかっていうとですね、また都内の状況と地方の状況では違うと思うんですけど、まあ、都内だと例えば駅1個ずれてもね、本当に歩いていけるような距離のところにあることもあるので、一概にはちょっと言えないです。ただ ほとんどの人が地方の人っていうふうに考えると、地方で言うとですね、一個駅が違えばいいんじゃないかなと思います。で、大体繁華街、大きい駅であれば、上りでも下りでも、ある程度お客様を調べれば、どっちの方面から来てるかなっていうのはわかると思うんですね。だから例えば一個下っても全然変わんなかったりとか、一個上っても全然変わんなかったりとかっていうことは絶対あると思います。それは自分のリサーチだと思います。とにかく駅を一個変えるってことはすごく大切だと思います。でですね、もし変えれないと
ということであればですね、反対口とかっていう手もありますね。まあここはですね、川越駅の東口なんですけども、西口の方で独立するとか、そうするともう歩くと20分離れるので、そういうふうにこう、ある程度離れていく。コンパスでこう書いて500メートルぐらいでもですね、500メーターぐらいこう離れていく。500メーターっていうと、どのくらいでしょうね、歩くと結構離れると思うんですね。5分以上離れるかな。そうすると、まあ、大体結構離れるっていう感じになるので、まあ、そのくらいはせめても離れるということが大切なんではないかなというふうに思います。それからですね、二つ目。これはですね、スタッフ。それから辞めたスタッフも含めて、雇用しないということですね。例えば一番最悪は、今いるスタッフをぶち抜いて辞めるみたいなことがあったら、まあ、円満で辞めれるとかっていう前にですね、訴えられるような事件ですよね、これは。なので、絶対に無理ですね。これは僕も無理です。いくら、例えばうちで働いてましたよ、働いてもう3年前に辞めましたっていうスタッフだとしても、もし、つかせたらもう大体ダメですね。例えばですけど、100歩譲って OK だとしたら、その、辞めるスタッフと、その、辞めたスタッフ、雇用される側のスタッフが、二人で僕のところに来て、で、実は、何々さんが独立するんですけども、まあ、そういうの話を聞いて、本人からじゃないんですけど、私から手伝いたいって言ったんですけども、まあ、ダメでしょうか、みたいな、ところで、言われればですね、まあ、断る理由もないんでどうぞって言いますけど、何にも言わない、伝えられない、知らない、知らんぷり、みたいなことがあれば、まあ、せっかくここまでのことをですね、退社計画表から店内でのその行動、伝えない、引き継ぎをするみたいなことを全部やったとしても、そこでまあ大体アウトですよね。本人は、やましいことをしてるって思うと思います。自分がですね、独立するときに、こう、ちょっとやましいことがお店に対してあるなって思った時点で、大体、円満はないです。僕は、やましいことは一つもしてないし、社長にとって、不利益なことは一個もしていないということであればですね、大体円満にいけると思いますよね。うん。でも、その感覚というかっていうのは、その人それぞれ、ね、社長それぞれ、感覚が違うので一概には言えないんで、最初に退社計画表を出した時に、円満で辞めたいんでどういう風にしたらいいでしょうかっていうのを聞くっていうのが大切だと思いますね。うん、僕の場合はこうです。まず、もう一回まとめますと、退社計画表の提出、店内での告知をしない、名刺等の含む、SNS 等は、今使っているアカウントではなくて別アカウントで、こっちのアカウントで発表してますので、そっちで見てくださいみたいな感じでスマートに告知をする。3番、形上でもいいから、自分が担当、自分がその今のところで掴んだ新規のお客様に関しては引き継ぎを、公認に引き継ぎをしていく。4つ目、ある程度の立場の人が多いでしょうから、しっかりと現在やってる仕事を最後まで全うするというところ、このまず4つ。それからですね、お店の近くに、現在働いてる近くに出さない。これはですね、望ましいのは駅をせめて1個違う駅にする、もしくはそれができないんであれば反対口にする、コンパスでこうビューと500メートルぐらいの範囲を引いて、徒歩で 5分10分は絶対離れる、っていうところがまず1つです。それからもう1個、もう二つ目。これはですね、現在いるスタッフをぶち抜いて辞める。これはもう最悪。それからですね、辞めたスタッフに声をかけて雇用する。これもアウトだと思います。で、100歩譲って、その二人で、独立する人と雇用される側、辞めたスタッフ等が来て、まあ、僕の方に話をする。社長の方に話をする、雇用をしたいっていうふうに話をすると。で、僕がですよ、いや、それはダメです。いや、それは無理ですよって。辞めたスタッフであろうが、うちで働いてたスタッフなんで、いくらなんかいいだろうが、働けないですよって。無理です。で、僕が言えば、雇用できません。当然です。ただ、大体そこまで来て、
あどうぞって僕は言いますけどね、そこまであの筋を正して、ここまでずっと退社企画表から全部やちゃんとやってもらって、で辞めたスタッフを使いたいと、何々さんを使いたいんだっていうで、挨拶しに行きますって、あどうぞって、で辞めた後に何年も経ってるんですけど、今回独立され、何々さん独立するんで、途中手伝ってあげたいなと思うんですけども、よろしいでしょうかっていう感じで筋を通すというところが一番大切ではないかなというふうに思います。ここまでですね、僕の感覚ですけど、多分僕はオーナーなんで、しかも大きいお店で働いてるわけではないので、ここまでの流れでやっておけば、ほとんどの美容室のオーナーは納得するんではないかなというふうに思いますけれども、僕はオーナーになってからいろんなことを許してきたので、昔、これはダメだ、これはダメだって思ってたことも全部僕は許してます。許してますけれども、独立に関してはですね、さっき言った引き継ぎだったりとか、スタッフを使わないっていうことに関してはですね、これは将来にわたってですね、許せることではないので、多分変わらないですね。多分他のオーナーも変わらないと思います。なので、わからなければですね、直接社長に聞いてですね、M&A辞めるのはどうしたらいいかっていうのを聞いて、やっていった方がよろしいではないかなというふうに思います。はい。っていうことでですね、もし独立を考えている方いましたらですね、ちょっとでも参考になればいいかなと思います。またね、例外としてはですね、業務委託とかで働いていて、自分が今担当しているところは前のお店からずっと引き継ぎできてて、現在のお店ではただ本当に面貸しみたいな感じで働いてますっていう方でしたらね、今いる自分の顧客の方を、まあ、例えば何軒か隣のビルに移して独立したいんですけどもっていうんであれば、まあ問題ないでしょうね。それはね、集客をお店が頑張ってやっと集客した人をですね、当てがってるとかっていうわけではないので、ずっと引き継ぎで顧客をですね、引き継いできている方に関しては、どこで独立しようか、近くで独立しようか、僕は全く関係ないと思います。ただね、うちみたいに業務委託じゃなくて、ちゃんと社員を育ててですね、一生懸命集客してやろうっていうようなところであれば、今言ったことは大体当てはまるんではないかなというふうに思います。はい。で、あとね、これ一つだけ最後に言いますけど、円満でほぼほぼですよ、ほぼほぼ円満で辞めていった人間以外に将来は開けてこないと思います。同じことをですね、やはりされる可能性が高いでしょうね。で、もし自分がそういうふうにやってないのに、まあそういうことをされたんであれば、やっぱり自分の疲労の行いが甘いとかいうところで、自分のこう行動とかをね、戒めるいい時期なんではないかなというふうに思います。オーナーさんでそういう方がいらっしゃいましたらね。はい。ということで、そろそろ仕事の時間でございますので、この辺で終わりたいと思います。 C の公式 YouTube チャンネル、今日もありがとうございました。さようなら。